ナイマー、チェックを受けながらのドリブル、足元大事にいきます。さあコーナーキック、ミランでしたが、ここで前半が終了しました。前半終え1対0。さあ後半キックオフ、インテルとしてはまだ時間ありますからね、はい、ボールをしっかりキープして流れを引き寄せたいですよね。そうですね。 ここで受けて、さあミランボールです。マルディーニ、縦を使います。さあ一気にカウンター、ベッカムからソボスライ、シュート来た、追いついたインテル。ネイマール、このマッチアップどうなる。ムシアラからのスルーパス、カットされます。浮き球を使う、あ、いいボールだ。ベッカムクロス上げる、シュート、弾いたボール来た、勝ち越しインテル。ボールを送ります。さあカウンター、スピードを上げたいところ、スペースへ、このパスを受ける。いやー、この状況で積極、これ仕掛けるか、裏を狙っていきます。チャンスで、パウル、ここはディフェンスの対応、ここで長い笛、最後まで守りきりました。2対1、インテル大逆転。さあ試合が終わりました。インテルとしては見事にひっくり返しましたよね。